にちは、ピースの渡辺です。今日はですね、10月14日月曜日になります。先日大型台風19号が、来ました。大変なね、被害になっていると思います。被害に遭われた方に、お見舞い申し上げます。一応ですね、今日この動画の方を撮ってるのが、私車屋なので、車屋としてできる情報発信と思い、こんな動画を撮ってます。とりあえずですね、保険の方、車でですね、任意保険入ってる方、いらっしゃると思います。任意保険の方で車両保険っていうのがあるんですけれども、車両保険に入っているお車であれば、今回のこの台風での、水没被害などに、車両保険が適用していると思います。水没被害、地震とかの場合はならないんですよ。地震に関しては、車両保険が使えないんですけれども、台風での、水没になっている場合には車両保険が適用になっている場合がほとんどと思います。一応その車両保険入っている場合はですね、この入っている保険屋さんの方に確認してもらえれば、どんなような状況で、ケースバイケース、出るもの出ないものあると思いますので、車両保険が入っているのであれば一度、保険屋さんの方に確認してもらった方がいいと思います。それとですね、水没ので車の方が動かなくなってしまったとなった場合、レッカー移動などが必要になると思います。そちらの方も、それは任意保険、車両保険と、任意保険の中で、車両保険あるなし関係なく任意保険に入っていれば、ほとんどの任意保険が、ロードサービスの方が無料でついていると思います。なのでレッカー移動なども、保険会社の方に依頼かければ、大体、基本的には入っていっているので、無料で、レッカー移動の方はやってもらえると思いますので、そちらの方もですね、保険屋さんの方に確認してもらうといいかなと思います。それとですね、車のスクラップ、その水没被害等で、仮に車両保険が入っていなかった場合、そのまま修理が効かない場合も結構正直あるんですよ。もうね、水没しちゃってメインコンピューターとかやっぱりね、もう壊れてしまうとなかなかね、修理が難しい場合もあります。で、スクラップに、なるような場合があると思うんですけれども、その時にですね、一応スクラップの方に出す時に、車っていうのは車検を通す時に自賠責とか重量税っていうのを、自動車税もそうですっていうのがもう全部前払いで払い込みになってるんですよ。で、それをね、スクラップする時に自賠責とか重量税っていうのが戻りますので、スクラップ業者さんにね、お願いする時に、車検の残量分の自賠責重量税ってはどういうふうになるんですかって、戻るんですかっていうような確認を取ってもらった方が、大体の業者さん、戻す手続きやってくれるとは思うんですけれども、その辺もですね、確認してもらえればと思います。一応車屋としてできる、情報発信、こんなね、災害が起きた時に私なんかがね、できることってなんだろうなと思った時に、一応車に関しての、ちょっとした知識としてね、発信させてもらえればなと思いました。そんなところで、あとピースの方でもね、一応車の方の、その先ほど言ったスクラップの方はやってます。自賠責重量税ね、車検のついているものであれば自賠責重量税が戻りますので、その辺もスクラップするときにうちの方にっていうのは、ご相談いただければ、いくらぐらいのお金が戻りますよっていうのは、うちの方で計算してすぐ出せますのでね、ぜひうちの家も解体依頼、スクラップ依頼あるような時にはご相談いただければなと思います。そんなところですね。とりあえず頑張りましょう。バイバイ。